子供の島、キラキラー。はい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 、皆さん、こんばんにゃー。これ、多分流行らないはず。<laughs> <笑><笑>はい。というわけで今日もやってまいりましたよ。なんと日曜日のゴールデンに移って、えー、今回で2度目の放送、子供の島キラキラでございます。皆さん、あの、今日はね、とっても良い天気の一日でしたが、ね、日曜日、ね、どうお過ごしでしたでしょうかさすがにね、あのー、こんだけ天気がいいとさ、あのー、毎日仕事で忙しい僕でもね、釣りに行きたくなるんですが、行けないのよね。 もう全然釣りに行けていないです。今日はね、沖縄はね、その1月でも結構ね、あの、お魚ちゃんが釣れたりするので、なんでよ、しょっぱなからまたまた釣りの話ばっかりかよなんていう声が、えー、ちらほらと聞こえそうな感じではありますが、今日も、えー、ゆたしくゆたしく進めていきたいと思います。今日はね、あのー、ちょっとあの、久しぶりにね、ゲストというかね、あの、お招きしまして、えー、いろいろと、えー、もうちょっとだけ行っちゃおうかな。ちょっと ちょっとだけ一応、えー、沖縄市子ども議会のことなどについて、いろいろとお話ししていきたいなというふうに思っておりますよ。よろしくお願いしますね。はいはいはい。でね あのー、ま、あその子供議会のえ告知をただしてもね、あの告知で終わっちゃうので、ま、ああの子供議会ってあのー、去年ね、あの僕も番組の中で結構いろいろとお話しさせていただいたんですが、子供議会、沖縄市で子供議会を、その、ま、あなんていうのかな。 えー、継続して開催するということについてのね、なんかあの意義って言ったらちょっと重たいけどね、そのそういった部分とかもね、いろいろお話できたらいいなとか、なんちゃらかんちゃら考えています。<laughs> <laughs> でも多分また僕が一人で喋っちゃうのかなぁいやそう,そうならないように、えー、頑張りたいと思っておりますのでよろしくお願いしますねはい、えー、子どもの島キラキラこの番組は NPO 子どもの島がお届けする沖縄を子どもたちの笑顔でキラキラ輝く島にしたいなぁという願いのこもった おっさんがお届けする番組でございます。ユンタクスルグツー逃げサビラ。この番組では皆様からのご意見、ご感想、その他、えー、もろもろコメント、たくさんお待ちしてますよ。はい、よろしくお願いしますね。メールの宛先は76、761、アットマーク、FM コザ .JP。761、アットマーク、FM .JP。 ファックス番号は098-934-8653934-8653 もうね、おっさんは、あのー、メールいただくとテンション上がるので、皆さん、あのー、ぜひぜひメールいただいたら、あのー、ね、よろしくお願いしますよ。メールいただけると。はい。えー、もうね、スマホ、携帯に、この、えー、FM コザのメアドは登録しておいてください。これしょっちゅう言ってるな。<laughs> はい。えー、っと、番組はツイッターえー、それからユーストリームでも放送しておりますよ。えー、そちらからもコメントできますので、皆さんよろしくです。 というわけで、シモジンはい。おはこんにちは。<laughs> おはこんにちはで通すよ。マジでマジでマジで勝手に決めた。勝手に決めた勝手に決めた。めた夜だけど、おはこんにちはで行っちゃおう的な。行っちゃおう的な。あ、そっか。俺、なんか、シモジンから今学んだ。<laughs> 俺、なんか今学んだな。あれだよね。たとえさ、 意味がなくても貫かないとダメですね。はいはいはいいやでもねあのー、この時間帯に移ってね、はい、あのー、どっちかっていうと僕はあのー、少しやりやすくなった面がちょっとあるかなとあとあのー、ゲスト呼びやすいよね。 ね、うん、さすがに木曜日の午前中は、なかなかね、<laughs> 読んでも来て,これ来てくれない、来てくれない状況が多かったね、これからはね、少しずつ少しずつね、いろんな人、まあ、子ども関係を中心にだけど、はいあのー、それだけじゃなくてね、やっぱり地域のこととか、まちづくり、あとね、やっぱりおっさん、アイドル。 おさんアイドル、おさんアイドル、こだわってるね。今年はこれで、そう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 、そうそうおっさんのね、あの何だろう、えっとあれ、こない俺名前ネーミング決めたけどね。あそうなの？うん。なんだった？えっとまあ48はつけようと思ってる。バブルじゃないです昭昭和48年生前後。 めっちゃ当てはまらないねあれ前後だよ前後だよ俺はあるよ昭和育ちだからああで平成育ちでもあるああ昭和から平成をこうのごめん下地自分で鳴らしてうん生き抜いてから最初に平成って言おうと思ったんだけど昭和って言ってしまったから ミスったなとか思ってもうどうしようかなって <laughs> いいんじゃない日曜日だから <laughs>、ね、<laughs> いやねでもあの本当にねあの日曜日になってね 2>,、うん、あの2回目でねいきなりゲストが来てくれるっていうのは本当に番組としてはね,ね,ねあの嬉しい限りですし、はい、あの時間帯変更して正解だったのかな <laughs> 早速あのツイッターでもね、はいみっちょおじさんさん、はい、あのほら木曜日の午前中も。 コメント入れててくれてちゃじゃないくれれちゃじゃないいきなりだけどツイッター紹介しましょうねツイッターじゃないツイキャスかいみっちゃおじさんさんかりさんこんばんはこんんばはこの時間に移ってからは初めて来ましたしもじんさんおはこんにちはいいねやっぱりしもじん通すもんだねおはこんにちはね。 ねいいね、通すべきだね。ちなみに、しもは去年までなんだけど、あ、ごめん、ごめん、ごめん、下もも通しちゃったみたいなね。ああ、いかん、いかん。ね今,今年から正則だよね。はい、そうです。今年からの正則。の正則生まれたときから正則だろうって話なんだけど、<laughs> 全問答みたいになってきたね。そう,そうだね。やばい、やばい、おっさんデブだから熱くなってきた。<laughs> いやでも本当にね、あのー、はい、なんていうのかな。 いい感じだなぁと滑舌はなんか悪いね今日ああそうね 2>, <laughs> 2人とも <laughs> 2人ともね俺今日お腹いっぱいだからか <laughs> で実はね今日あのー、うちの音楽教室の、はいかりミュージックの、あのー、新年会あ<ー>、うん、をやってきたんですようち健全なあの教室なので <laughs> <laughs> あのうち健全な教室なのでノンアルコールで昼, <laughs> 昼間に神殿会やるんですよ健全じゃないのが多そうね <laughs> <laughs> いやいやいや健全ですよ <laughs> であのー、なんていうの日中にね久しぶりにまたあの料理して、うん、手料理手料理いっぱい作って生徒さんたちと、あのー、わたぶー食べて <laughs> そういえばイカリン弁当は最近見ないねイカ,リイ,イカリン弁当ね、うん、イカリン弁当最近作ってないね,ね あいや俺らね。<laughs> <laughs> じゃあ、2>, 2, 月1日 <laughs> 2月1日と2月3日は、伝統ありだよ <laughs>。<laughs> <laughs> 何の話か分からんちゅうねんね。いや、あの、実はですね、あのー、まあ、あ ども、えー、の島、えー、NPO 子どもの島としてね、々もう今年で4年目、活動させていただいています。で、事、あのーね、業としても、うんえー、3回、ね、3年事業をさせていただいて、はい、もう3年間、あのー、東北の子どもたちを、ね、沖縄にお招きして、であのー、沖縄の子どもたちとの宿泊、交流とかさせていただいております、で今年し、ね、4年目,4年目ででに入ってですね、 えっとまたこの東北の交流事業はもう本当にまあ10年やると決めたので、はい、あと7年しっかりと、はいえー、させていただくんですがそれと別にね実はあのここで番組を使ってちょっとね、あのーまあ、告知というかあれなんですけど3月の今年のね、はいはい、3月の1日に、はい 1> えー、子どもの島学童クラブーオープンさせていただきますよろししくお願いします。<laughs> 学童の名前、今初めて聞いたね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、そっか。そう,そうだよね。<laughs> 実は子供の島だわけ。<laughs> 学童そうそうそうだから子供の島学童クラブっていう形で名前でやっぱ子供の島っていう言葉にさこのタイトルに僕は思い入れが強いわけキラキラは入らないなキラキラは入らないキラキラは番組だけラジオだけだからこれからね学童のこととかもしかしたらね時間帯がねこの時間だかわからないけど不慶さんとかさ 子どもたちとかさ、番組に出てもいいかなって。あ、はい、あ、ふけい。ふけい。<警><警>そうそうそう、保護者さ。ん。ふけいさんって聞こえたら。府警さん。<laughs> 府警省のふけいさんだね。そう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 。まあ、あのミニスカポリスのふけいさんでもいいんだけど。<laughs> ああ、もう、どうぞ。はい、すみません、はい、日曜日に移ってからね、子ども番組じゃないような喋り方も。もともとかっていうね。はいはいはい。ね。えー、えいみちおじさんもね、いみちおじさん、おっさんグループに四パチってつけると、シーハー、シーハーって。 歯の隙間を用事で掃除してるみたいですねっていいね<ー>いいねやっぱパクリダメなんだよパクリダメなのかな <laughs> 僕ちなみに糸用事です <laughs> <laughs> いやまあでもねこんな感じであの今日も何、あのー、て言うの,あのバカバカしく楽しく、えー、お届けしていますがだから子ども議会はい あの去年ほら、子ども議会、僕、関わらせていただいたじゃない、なんていうの、サポーターもしながらね、なんていうのかな、その議会っていうのは、あの結構、大人もわからないんだよね、議会とかさ、市議会議員が普段何してるのみたいなこともわからないし、うんあのー、去年の議会を踏まえ子ども議会を踏まえてさ、もう,もうすごいあの、去年はさ、 沖縄市っていうか沖縄県自体が、特に沖縄市は、政治的にさ、うん、動乱の一年だったよ<ー>、うん、そうだから、そんな時に、うん、第一回目の子ども議会が沖縄市で開催されたっていうのはさ、うん、なんか意味軸も開催されたようなさ<ー>感じがして、僕は何か、あのー、あ,あのこういう時にこの子ども議会が開催されるっていうのは、なんだかしらあるんだろうなと、<ー>なんかね。 こうあ今やれと何かに言われているようなものがあるんじゃないかっていうふうにそれぐらい、あのー、思っていて、はい、であの今日はねあのその子ども議会のことについてとか、はい、あと今年の子ども議会とかいろいろ話していきたいので、うん、あのこの後ねゲストの方に出ていただきながら話をしていきたいんですが、はい、一旦たん CM!CM 明けにやりましょう、ね。 去年去年も見たけどねお小こ之助さんラジオだねいつもこんな感じだよレジオですよレディオ僕実はちょっと長いわけ二0代からちょこちょこ30の時にも番組持っててまあミュージシャンだからね一応はうん まあ今ただのブーちゃんですけどねおっさんグループにいいね、うん、シーハーシーハーうん行動派だからね俺はイカ川さんって逆でぐうたらのほうな方いい <laughs> ほぼ動かないっていう人ああダンスこんな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 こん 高校生かな専門学校ぐらいかな。高校なかなで、あずね、修学旅行かな。入って。<laughs> 入って <laughs> いやいやいや。そう、なんかね、ツイキャスっていうのがあるらしいわけ。あ<ー>分かんないわけ、俺。分からんわけや。ツイで、なんか、んかユーストリームっていうのがあって。 そうそうそう、これ後で、やるからね。持って帰って勉強する。<laughs> <laughs> ガッと回していく。<laughs> こ,こ,からここぐらいの距離。四十。一つした。一つ先輩だ。 はい。子供の島キラキラお届けしておりますよ。この番組は今日チョイするでおなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしております。皆さんカラオケするならジョイさんにレッツゴーはい。<laughs> というわけでね、今日もお届けしますよ。今日なんとね、あのー、ゲストといいますか、あのー、子供の、えー、国、沖縄子供の国から、えー、いらしていただいてます。自分で自己紹介しようかな。はい。 はいこんにちはあこんばんはこんばんはこんばんは沖縄子供の国のつはこま由みですよろしくお願いしますはいいらっしゃいませいらっしゃいませいまウェルカムボトル一本入りましたいやで子供の島だからボトルはないです大人の島ギラギラの時だねいやあの子供の島ギラギラっていう番組と別に大人の島ギラギラっていう番組をなるほどやろうかなって思ってる <laughs> やってないんかいぜひやってくだいっていい感じだけどほんねまあ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 まのこっちの話はまあ置いといてまゆみさんねお久しぶりですお久しぶりですはいあのーまゆみさんできればですねあのマイクに近寄ってあのマイクにぐいぐい来てくださいねはいねあのーまゆみさんは子供の沖縄子供の国の職員さんでそうですねはいはいはいで今日は子供議会のことなんですけどその前にねあの皆さんまゆみさんについて知りたいはずだから だめこういう振り方はだめ頑張りますあ頑張すごいねまゆみさんポジティブよねポジティブが一番いいと思いますよまゆみさんはあの子供の国に、はいえー、入社されて、はい、あのどのくらいになられるのえっと4年とちょっと。うんうん あ,ーあのさ、はい、僕の、あのー、生,徒あ生徒の同級生か、はい、にも、あのー、動物が好きでなんとかって言って多分ね、えっと、チュラウミに働いたのかないろいろいるんだけどあの動物園で働くきっかけって何かあったの私は動物、うん。 の飼育の担当ではないんですけどももともとデザインの学校に行っていてワンダーミュージアムっていうのが子どもの国にあるんですけどもそちらの空間のデザインとか広報とかですねあとワークショップとかっていうのでデザインで関われたらいいなと思って入りましたはいはいはいじゃあそういう方面から入っていきたいですねでもあれだねあのあれでしょなんか馬車馬のように働かされるんでしょ そうですね、馬車馬のように。真由美さん、いいね、無茶ぶりオッケーだね。大丈夫ですかこれ。大丈夫これぐらいだったらね。はいはいはい。だってね、今日も時間外でしょそうですね。はい。これ時給つくの。どう、どうしますかね。ね。相談してみます。いっとくか。はい。いっとくか。はい。ね。あの、高田さん。 延長一時間三千円です。そういうシステムだ。そういうシステムがあのね小座だから。はい。日当制でいけば五千円ぐらいだよ。あいいね。日当制だから時間関係ないじゃん。時間かけない。五千円で五千で二十三時間。いやまああの今日はえっと子ども議会のことで。はい。ねお話ししに来ていただいたということなのですが。はい。あの今年もはいはい子ども議会が。 はい、そうですね。去年の8月に開催されました。子供議会がですね。今年も夏休み頃に開催予定でございます。はい、いいね。いいね。はい、なんかこざって感じしない。夏休み頃に。8月何日じゃないんだよ。夏休み頃にはい。夏休みコロニーみたいなね。すごいね。なんか意味もびっくりな。 夏休み頃にね、開催されるということで、はいあのー、まあ、その子ども議会がね、はい、まずあの今日は、えー、っといろいろとね、あのー、告知とか、子ども議会のことだけでなく、子ども議会にまつわるこのこども議員さん。 はい、のサポートをしてくれるサポーターさんとかいろいろその募集のことで今日は来ていただいたということですけど、はい、まずねこの子ども議会のことを、はい、あの皆さんに知っていただくというかそれからやっぱりそれでそのサポーターさんを募集しますっていうような流れが僕はいいのかなと思っていて、はい、だから去年の子ども議会とかこの子ども議会のことについてちょっと委タ託してもいい、うん はい、ああよかった、ありがとう <laughs> はい最近の子はいいと思うって言わないね <laughs> あはいやなんかそうなのかなちょっと思ったんですけど <laughs> <笑><笑>僕はどっち言うかなって今 <laughs> 見てたんだけど、はい、あいいと思うって言ったらスルーするつもりだったんだけどねあ<ー> <laughs> <laughs> まあ、あのー、子供議会ね、はいあのー、実はあのー、僕も、あのー、なんていうのかな結構前からうん、うん、子供の島始める前から。 あのー、実はその NPO を始める前からね、うん、沖縄市で子ども議会やるべきですよっていう話を役所の人とずっと話してたわけ、うん、そのもう僕が空いた時間に仕事が空いた時間にいきなり役所に行って子ども企画課に行って、うん、ほにゃららさんほにゃららさん沖縄市は子どもの町宣言してもう4年が過ぎましたと、うん、いいんですかと。<ー> 何か施策はないんですかとああ、ね、子,供子供をちゃんと育てていくのは単純に幼児教育も大事だけど子供を子供として育てていっても人材は育ちませんよとだから子供一人の人間として見て将来あのリーダーになる人間もちゃんと育てないといけないけど沖縄市の場合は今までの経緯でいうとね子ども議会が始まる今までねその前までの経緯でいうと。 リーダーダ教育が学歴教育だった部分がどっかにあるわけ、うん、まあそれがいわゆる休養高校ですよああ、はいね、26年ぐらいになるのかなあのー、もう何ていうのかな山内南とうば、ん、る、あのー、大区画整理、うんね、山ばっかり山と谷だけだったのよあそこ、うん、山ばっかりだったのよ蔦屋とかがある山内あそこね休養高校があるところも 昔は中央高校、っって言ったわけ中央高校、中央高校、中央高校、中央高校中央高校、ってなってきたんだけどよくからない。それはないだろうってね、<laughs> それはないだろうって話なんだけど、うん、あのなんていうのかな、えー、あそこの山ばっかりだったところを、沖縄市がもうあの一大都市計画で、うん、あの市の事業でね、区画、うん、整理をしたわけ。うん、で山をを崩してて谷を埋めて うん、あのこの山谷でしょ、うん、このとっても起伏が激しかったわけ、うん、で山桃がいっぱいなってるところで、うん、だからあ、あそこは桃山って昔から呼ばれてたのは、山桃がいっぱいあるのね、うんうん、あだからなんです、ね、そうそうそう、もうこの話したらもうきりがないから、うん、ああのまたあの別の、なんていうの、<laughs> そうそうそう、歴史おクが来たときに、この話はまたやりますけど、その時にね、えー、まあ向こう切り開いて、 あの住宅街にしていってでそこに、えー、休養高校うん、うんね、中央高校を廃止して休養高校っていう学校にしてここをあの中部で初のでなおかつ今現時点で唯一の進学高校を作ったわけあの当時はなかったわけ中部には進学校っていうのは南部に行かないとなかったわけ、うん、でいまだにね進学校っていうのは中部は休養高校だけなのよそう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 <ー> もう表だって進学高校ですって銘打ってるのはね一応県立高校なんだけど普通のうん、うん、であのそのそこでさあのいわゆるその中部から中部の高校を出て普通に竜大とか、うん、あの大和の六大学とか狙うような、あのー、学校ができていわゆる大きな足のリーダー教育っていうものがその学歴的な部分でね、あのー、進んでいったわけところがさその 給与高校出たり、なんやかんやして学歴つけた沖縄市の子たちが能力はあるけど沖縄市以外で活躍始めたわけ出て行っちゃったわけよ、要はあれりゃあれだわけさここにいるより外行った方が僕はってなるわけさ俺、能力高いから内地行くよみたいなかな感覚だったら俺、那覇で行くよとかっていう子が増えたわけ僕たち世代もそうだわけ僕たちの時が一期生だから。 僕の同級生、僕は給与行いってないけど、うんうん、僕はあの石川高校っていうさあの、数学が5点でも入れる高校に、<laughs> <laughs> 5点で入れる、行けばよかったな、うんまあ、5点で入れる高校に、俺、時点で入ったんだけど、<laughs> <laughs> <laughs> まあそれは置いといて、うんあのー、僕たちぐらいが1期か2期だよ、そ<ー>、うん、そうそう,そう,そうだ,だからとっても給与高校って覚えてるわけ、同級生も行ったし。うん ちょっとノイローゼかけであのー、それでやっぱりね僕はずっと思っていたわけ、あのー、人づくり、うん、人づくりね人づくりはまちづくりなのね、うん、人づくりはまちづくり、うん、でその時に学校でだけ人育ててもまちづくりにはならないわけ、うん、学校は大事よ大事だけどあの地域でちゃんと子供を育てた子が 学校で勉強をして地域のために働く人材になるっていう流れがちゃんと作られないと僕はいけないと思ってるし別に全員がそうする必要はないけどそういう人材が全くいないっていうのはこれはね地元にとってのマイナスでしかないでしょで育てた子がどんどん外に流出していくもうこれなんてもまさにマイナスの最たるものさねだからあの本当に地域教育とあと子どもたちに あのーまあ、難しい政治とかっていう難しいこともあるかもしれないけどもっと、あのー、地域の問題に取り組んだり、うんね、で地域のことをよく知ったりでなおかつその中でさ、あのー、あわよくばねそ,のそういう若い時から小さい時から地域の中で育って地域のリーダーになり、うんね、で将来的にこの中から議員さんが本当のね大人の議員さんが出てくるような。 そういう政策が必要ですよっていうつまり政治をイデオロギーだけでするんじゃなくイデオロギーも大事かもしれんけどそうじゃなく本当に自分たちの地元を良くしようってうん、うん、それに心血を注ぐようなリーダーが生まれてこないといけないからっていう話をずっとしてきて、はい、子ども議会やりましょうと、うんね、子どもの議員を作ろうと。 でその彼らの中から全員じゃないけど1人か2人はリーダーが生まれるはずだからっていう話をどのくらい前かな5年ぐらい前からずっとしてたわけ今の部長がまだ部長になる前からずっと話をしててで結構さ沖縄市の職員って話聞いてくれるんだよ行ったらよ話しに行ったらで結構何回も何回も話し合いして2年ぐらい話し合いして。 僕が忘れた頃に、井十さん、子供議会やるよって言われてそれが去年、僕はね、僕側からするとよ、去年、子供の国さんがね、子供議会を市からの委託というか、市の管轄としてね、こ子供の国が子供議会を受け持つ部署としてね、スタートしたんだけど、そのスタートのきっかけというか、いきなり言われた。 きっかけそうですね、うん、子ども議会をやるよ、うん、って言われて子ども議会ってなんだろうっていうところから私はスタートしましたね、うん、そうだよね、はい、まず子ども議会っていう言葉自体、はい、あのー、なんていうのかな一般的ではないよねそうですねはい、うん、今まではだからそのなんていうのかな 子ども議会っていうこと自体のさ、はい、言葉自体の認知度も低い状態ではあるんだけど、うん、結構あの県内でも単発でやってきたんだよね、うん、沖縄市も過去に単発でやってるよね、うん、であのお隣のうるま市さんとかも、うん、あちこちの市町村で実は単発の子ども議会ってやってるのよ、うん、でも僕は今回沖縄市が素晴らしいなと思ったことは本当沖縄市僕これ素晴らしいと本当に誉れと思ってるのは定例で始めたんだよね 今どんな感じなの,そのスター子ども議会を定例でっていうのはどんな感じ例えばその何年かは続けるとかそうですね、うん、一応3年はまず続けていこうっていう感じではありましたね去年と今年で2年 2>、はい、最低でもあの、まあ、来年までの3年,、うん、3年はやりますよという。はい うん、形だだったんであの子ども議会というものをあのちょっと皆さんに要は今はそのリスナーの皆さんに知ってもらいたいという時間で、はい、まあ僕が一人で喋ってるような形でね <laughs> 大変申し訳ないんだけど <laughs> いいあの子ども議会っていうものをあの知ってもらおうという意味で。 子ども議会はこういうものですよっていうのは実は番組の中で結構僕は話してきたわけ、去年もね。はい、まあこの時間になってまだ2回目だからこの時間のリスナーさんはあれだけどでその子ども議会っていうものがあのどういうものですよっていうのはさ、僕はさ、あの 市町村によって違うと思う。そうでね、ね、全くで、あのヤマではさ、結構活発にやられてるところもいっぱいあるわけさね。で、定例でやってるところいっぱいあるよね。北海道とかすごいね。そうですね。札幌とか。札幌はすごいよね。すごい頑張ってる。で、あの子供議会通信とか出してたりね。あ、そうですね。子供たちが出してるんでしょ。あ、そうなんです。か子供たちが出してるところも。沖縄市もぜひ。 ね、そうですねだから子ども議会がこういうものですよっていうのは一概に僕は言えないと思って、うん、開催してる市町村で全部違うと僕は思っているんだけど、うんはい、じゃあ沖縄市の子ども議会って一体どんななのどんな感じなの、うん、っていうのを言われると、うん、多分まだ説明しにくいというか1回しかやってないさね。なので去年の模様というか。はい そこら辺をちょっと今日は聞きたいなと思っています。はいはい、去年どんなでした？スタートの時期というか、その準備の期間とかも含めて。そうですね。準備の期間、うん、まず子ども議会とは何ぞやっていうところから始まったんですけども、うんうん、それであの先ほどあのお話に出ていた札幌にうん、うん、まずあの視察に行かせていただいて。スキシに行った。 <laughs> 雪降ってなかったんですなな残念だねじゃあ仕事しないと札幌の方の子ども議会のこう準備しているところ、うん、あのまず研修のところに立ち会わせて頂い,いてうん、うん、この子どもたちがどんなふうに自分たちの意見をこうまとめていく作業のところだったんですけど小学校5年生から高校3年生までの,この幅広い年齢層の子どもたちがこう各チームで。 うん、こう工夫をしながらいろいろ子どもチームをまとめていく様子を見てきましたね。札幌、うん、の方でねね、はい、なるほど、ね、でその研修を踏まえて、はい、で沖縄市でもその子どもたちをサポートするサポーターが必要だなということで去年も募集をしたんだよね。はい、去年も募集をして、うん、去年はそうですねあの札幌でも大学生の方を中心にサポーターの方が活躍していらしたので沖縄市でもちょっとうん 大学生の方を中心に。いいね、いいね、えっと、おお。公募しました。あ、なるほどね。で、それに僕がちょっとケチつけたんだよね。もっと地域の大人入れろよって。そうですね。うん、それを僕が去年言っちゃったのよね。ごめんね。ええ、ごめんね。ちゃんと研修してきたから、これをやったんだよね。 スキーしないでねまあでも本当に大学生を入れるっていうのは僕は実は第三世なんですよはいあの子供たちにとって僕ぐらいのさもうおっさんになると親の世代なんだよね実際に僕も中学生の娘もいるし高校生の息子もいるから親の世代になるわけでよねだけど大学生ぐらいだとちょっと上のお兄ちゃんでしょやっぱりとっつきやすいよね であとその、子ども議会に関わることで、うん、サポーターとしてね大学生の子が地,地域のこととか地元のことをさ、うん、見直すみたいなこともあったのやっぱりあそうですね、うん、でも、なんか沖縄がもともと好きっていう学生も多くて、うん、そういう活動をもともとしているっていう人もいたんですけどでも、やっぱり沖縄市のことは知らない。 そうよねうん。なんか沖縄市ってさいわゆるほら沖縄とか琉球とかそういう意味での沖縄さっていうイメージちょっと弱いよねそうですねすごく弱いねすごく弱いちょっとじゃないよねいわゆるどうしても北部と南部が目立つからねそうよねうん。そのいわゆる琉球らしさっていうかさそれはね小沢どっちかっていうとほら戦後のイメージが強いさそうですね。ね 沖縄市の,その戦後のアメリカ文化みたいなさ、うん、だけどその実はいろいろあるんだよね今回の子ども今年の子ども議会でもねそこら辺掘り下げていきたいなと思っているんですが、うん、であの去年あの子ども議会でサポーターさんの研修から始まって、はいうん、であの子ども議員さんを選抜していくわけでしょ、はい、それはどんな感じでやったの そうですね、この子ども議員の選抜も、うん、こう何て言うんですかねうんと市,から市,市内の中学生に大きく投げた方がいいのか、うん、それとも各中学校に行って「あのお願いします」って言った方がいいのか、うん、どっちの方がこう有効なんだろうっていうふうにちょっと悩んだりはしたんですけども結果的には各中学校に行って、うん 2>, 2名ないし3名を選抜してもらうっていう形になっちゃちなみに沖縄市ってさくつですね八つね、はい、はいはいはいでまあごめんね知ってて聞いてるんだけど <laughs> <laughs> でね沖縄市は8つの中学校があって、はい、でそこから大体3名。 多いところでは人そうですね、5名と8名ぐらいの子もいてよね、全体で大体30人ぐらい集まったのかな全部で24名の子ども議員さんが去年はね、ううん、いいぐらいだね、そうですね、いいぐらいよね、24人、ちなみに沖縄市っていうのは議員は30名いるのよね、だいたいね、五衛区とか、室川とか。 小屋とか山内とか、うん、いわゆるその自治会、うんね、自治会がある地域からだいたい1人とか2人とかっていう風に出てきます、うん、であのー、まだね沖縄はそのいわゆるその都心型都心型とか都会の方の選挙は、うん、沖縄だとさ地域から出るさ 五区、うん、のことをやるとか、うんね、上げ田のことをやるとか、うん、小屋のことをやる、まあ、こんな感じでほら地域の例えば自治会長が議員になることも多いわけ多、うんうん、い多いで、あのー、結局地域の遅延者地域にゆかりのある縁のある人たち遅、ね、延者とか親類とかそういう、ねあのー、本当に地元の人たちにその応援されて、うん、その票を ね、い,ただいて、うん、投票していただいて議員になる、うん、っていう市議になるっていう形が多いわけ市議会議員はい、ね、ま、うんうん、だにやっぱりこれは沖縄ではそういう形が残ってます、うん、でこれはあの地方地方選挙っぽい形だわけ<お>、うん、であの都会に行くとさもうあの政策、うん、自分の住んでるところじゃなくても関係ない、うん、政策、うん、とか私は、まあ、例えば東京なんかとかも特にそうだけど僕はこんなことするよと。 都議会議員あっちは東京都だからね、都議会議員さんたちも、うん、僕はこんなことします、こんなことします、政策、これで東京を良くしていきます、大体経済のことなんだけど、うん、であの革新系はやっぱり子どものこととか、あのうん、なんていうの、えー、いわゆる福祉とか、うんね、あの子育てとか、うんね、そういうことをよくやるんだけど、あのまあ、で、そのまあ、 そこでさ政策をどんどん打ち出してそれをいっぱいビラ配ったりとかしてお前、ブラー配らんけどビラ配ったりとかしてこんな髪方するのはもうおっさんだよねわざとじゃないんだよ勘でそれなんだ勘だらしもね高かよていうで、ビラ配ったりとかしてそれを見てこ地域の人だからとか知ってるからとかっていうよりもこの人いいこと言ってるねこんなことをやってくれるんだで、この人のマニフェストで投票するとか。 と都会があったよ、ねうん、まあ選挙のまあもちろん基本の形ではあるんだけど、うん、でも実際そうだとさ逆の考え方でさ、うん、地元の意見が、うん、その市の,その政策に乗らない可能性が出てくるよね、うんうん、つまりこの政治家のやりたいことを支援する形になっていっちゃう可能性もあるさ、うんうん、だけど沖縄の場合はまだまだ遅延者っていう人たちがさ、うんを から票を集めるから、うん、この地元のことをやってようと。うん、で地元のために頑張る議員さんっていうのはまだやっぱりいます。うん、だから僕はあの沖縄市で子ども議会をやるっていうのは子どもたちにもその地元を知る、うん、で地元のために頑張ろうという意識づけができるのかなと。うん、ごめんなさい話が長くなったけど去年は二十四人の議員さん、はい、子ども議員さんが、はい、集まっていただいて、はい、バラエティー豊富だったよね。そうですね、うんうんで。誰が印象残ってる？ 僕も一人しか出てこないけど名前言っちゃう <laughs> 名前は言ったらダメ <laughs> 名前言ったらダメだけど彼ですよね彼だよねはいそうですね丸坊主のはい <laughs> <laughs> あいつ今年は出ないのかな <laughs> いや1年生だったのでぜひ今年も参加してくれたらいいなって思って、ねうん、そうそうすっごい面白い子ども議員がいたわけいたね、うん、いたけど、うん、そ,その子よりも、うん、俺は猪狩さんがすごい印象残ってる俺かい <laughs>、うん、<laughs> 心理学の話ね心理学って何って聞いた時かなのねああ、うん そうよねみんな返答に困ってたね俺が言いそうなってたけど下人は分かってるからね下人は分かってるわけやな下人はさ心理学もそうだし性犯罪のこととか法律の勉強とか提示してるわけあえまみし知らないんだけどね民事は知らないんだけどね刑法はね刑法の方うは少しそうそうそう裁判の傍聴とかもずっと勉強してて。 特に子どもの虐待の問題とか性犯罪とか青少年が犯罪に巻き込まれているそれをしっかりやっているからそれを撲滅しようというねそうですまあまあまあで今年もさ豊かな顔ぶれがきっと揃ってくれるだろうなと僕は期待しているんだけど去年、子ども議員さんたちをサポートしていて苦労した面ってある 苦労した面は、うん、そうですね先ほどの,あの印象的だった男の子が割とこう、うん、なんて言うんですかね口が強くてあと、うん、マイノリティっていうんですか少数意見ね、うん、少数意見をね。な いたのでうん、うん、それをなんかこう周りの子ども議員さんたちがどう対応するのかなっていうのとかでどこまでこう介入していいんだろうっていうのとかで僕もそこがすごく実は気になっていたところで、うん、あの彼はすごく彼の意見っていうのは24人の子ども議員の中で彼が一番マイノリティなあな発言をしていた。だけど その彼が発言するたびに周りがお前の考え方おかしいよって、うん、でこれって実は政治家の世界で本当はご法度、うん、この政治家が何かを発言するでしょそれに対して他の政治家が「だめ、うん、だよ」って「この政策だめだよ」って「うん、この考え方だめだよ」っていうのは大きなお世話だわけ。お、うん、お前はお前はの 政策を出しとけよ俺はこの政策出すんだよ、うん、でもしそれを議論するんだったら議会でやろうぜなのよ<ー>なそうそうそう議会っていうのは政治家対役所だけのことでもないわけさうん時には与党対野党にもなるし、うん、だからあの政党同士のさ、うん、この政党この政党今回昨年はグループで分けたさ、ね、グループ同士の討論っていうのも 本当はあってもいい、うん、まあただ、ないけどね、なかなか市議会ではね、ただ、あの僕はあのー、まあ、グループの中でその彼,彼の意見がその、うん、まあグループ、言えば本当の議員議会で言ったら政党だけど、うん、その中でさ、消されていったと、うん、他の議員に反対されて、うん、これはさ、僕はどっちかっていうと、あのー、介入していいと思ってる。<ー>うん、うん だってさ、それはさ、うん、単純によ多数決ってことさ、うんね、少数の意見が通らず、うん、他の多数派にもみ消されたっていうのは、うん、これは民主主義の一番悪いことだね、うんうん、ね、多数決で何でも決めるっていうのは民主主義の悪いところだわけ、うんうん、本当の民主主義ってのは民主主義じゃないといけないわけ。 民衆の意見をちゃんと上に上げていくっていうのが民主主義の最たる本当の、あのー、大事な部分だから、うん、だから僕はもし彼が今年出るとしたら、あのー、徹底的に彼の意見は、うん、あの他の人が、あのー、こうななんていうのかなで彼をひいきするじゃないよ彼のだけじゃなく他にもマイノリティな意見を出した人はいるはずだから、うん、そのマイノリティな意見を あのー、あんまりこう崩さないような、うん、尊重するっていうか、ね、尊重するそう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 ,そういうサポートができるというのかなちょっとここで一旦 CM、はいうん、せっかく心理学の話したのねその時に言ったんだよね,ねマイノリティの話少数だけが間違ってるっていうことではないっていうことなのでう心理学は多数決だ あの統計学のやつ、うん、前も話したけどだけどあの中には心理学に当てはまらない人がいるわけう,ん、そ,う,いうそういう人は心理学者が対応できないわけで、うん、でもその少数の人たちっていうのも存在しているわけさ社会の中、うん、で,す、ね、でこの少数だろうが多数多数派も少数派もさも一緒に共存していくのが本当の民主主義じゃないとでも大体あれだよね 人と違う意見を言ってるからたまに天才とかもらえるんだよどっちかなるよね天才か天才か厄介者か厄介者か関わってるアホかなとかいやだからさく君はさでも流れてるじゃないこれ大丈夫大丈夫フルで言ってないから下だけ言ってるからねはだしのく君はさ去年のあれはもうね あのー、まあ何て言うの CM の間に話しするけど <coughs> 彼がさ子供議会の終わり頃にさ「うん、いや俺はもう革命家はやめた」みたいなことを言って、うん、寂しかったん、うん、なんか彼は何か革命を起こしたかったわけさ、うん、彼なりによ中学生のレベルかもしれないよ、うん、でもなんかも俺もう革命家はやめたみたいなことさ寂しくてさ「もう諦めるな」っつって「うん、お前来年出るよ」っ,って、うん、徹底的な話したんだけど。<laughs> うん、彼の意見が彼が自分で自分の意見を貫けるような子供議会になれたらいいかな。おお、うん、一、う、階、んうん、さんの周りにそういう人多いよね。 はい、子供の大島キラキラお届けしておりますよ。この番組は今日チョイするっておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしております。皆さん、カラオケ行くなら親子でレッツゴーというわけでね、えー、子供議会のお話していますが、今、いみっちゃおじさんからツイキャスでコメント入ってますよ。えー、ぜひ、子供議会をツイキャス放送とか何かで生放送してほしいですね。 子どもたちがどんな考えを持って話し合うか見てみたいですね、これ、どうよ、無茶 <laughs> <laughs> ぶり、無茶ぶりっていう顔してるなあ、おやみさんがね、うん、あれちょっと向けながら、どうですか、この意見に対して、そうですね、子ども議会自体は、うんあの、沖縄市の議会同様、生放送で見ることができます。沖縄市 だけじゃなく各市町村って今もあの全部市のホームページから議会中継見れるんだよね、であの今回今回というか昨年の子ども議会も沖縄市の議会中継からね見れたしあと、テレビでもね、結構ね、そうですね密着取材していただいて。そうよねね嬉しかった ねまあ、あのもちろん会社名は言えませんが <laughs> <laughs> <laughs>、まあ、コミュニティだから大丈夫だけどね、うん、FM もね、まあ、であの僕が見ててあと子ども議会で去年ちょっとあの苦労してたなって思うところね僕が見てた感じではあの子どもたちが議会での質問内容とか、うん ね、実際の議会でねどんなことを質問するとかっていうのをまとめる作業あれとっても苦労したんじゃないかなそうですね、うん、結構時間をかけてや,うん、うん、やってみんな苦労してましたね、うん、あ苦労してましたうん、うん、はいねそうよね、うん、だからその時間がさをかけてなんだけど結構 振り出しに戻るみたたいなこともあったさ積み重ねていってこんな質問やっていこうだけど振り出しに戻ったりだからそこら辺でさあの変な話サポーターの人もあんまりそういう経験ないさ意見をみんなでまとめてこの調べたものを集めていってうん、うん、でこれを議会で質問するためにまとめていくみたいな作業ってあんまりないさねうん、うん、だからあのサポーターがどうのじゃなくてさうん、うん、やっぱりそのサポーターさんが うんあのー、とっても苦労した部分も、うん、この子どもたちの意見をまとめていく作業の部分だったんじゃないかなって僕思うわけでサポーターもさやっぱり人間だから、うん、ついついあこここんなじゃないとか、うん、口出したり手出したりとかし始める時さ書きたくなったりとかただ何せよ本当にサポーターの方々がいないと、あのー、多分子どもたちが。 あの自分たちの意見まとめるのが難しいのか。ただあの意見が多すぎてまとめきれなくなったりとか振り出しに戻るっていうこともあったのかなとか、うん、それは僕の反省点でもあるんだけど。だか何にせよやっぱりこのサポーターの存在っていうのが大切ですよね。はい、そうですね、うん。それで今年はサポーターをはいはい大募集しております。はいはい、ぜひぜひ。<laughs> はい、そうですね。うん、やっとここで告知 <laughs> はい。はい つですね、こ沖縄市こども議会、先ほどからお話ししております、こども議会がですね、うん、来年、来年今年ですね、今まあ今年ですね、はい、まあ来年度ね、はい来、うん、年度、今年,平成27年はいにまた開催される予定です、はい、でそちらでですねあの子ども議員さんが集まったときに、サポーターとして、うん、あの活躍してくださるこども議員サポーターさんをただいま募集しております。はい であのサポーターさんになるにあたってです、ねあのー、子どもの町の,この沖縄市の理念に基づいて子どもたちの意見を引き出すってどういうことかなっていうこととか、うん、地域のことですとか、うんうん、あとはあの議会って何ぞやですとか、うんうん、そういったことを。 こう研修として学ぶことができます。うん、で、このサポーター研修がですね。第一回が、えっと、おと、昨日、昨日ですね。昨日、ね、第一回が終わったんですけども。うん、あと、二三四五六と。あと五回、残っていまして、うんはい、こちら。を。研修を。 一緒に行ってくださる,、はい、くださる子ども議会のサポーターさんを今、募集しております <laughs> これあの、サポーターさんっていうのは先ほどね、はい、えと20名募集しているっていうことを、ねはい、おっしゃってたんですけど、はい、年齢は年齢はですね、<laughs> えと高校生以上。高校生以上であの、それ以上、何歳でも大丈夫なわけよね。 この、えー、サポーター研修、まあ、あの昨日1回目で、はいえと、残りあと5、6回あるんだけど、はい、これ、全部出なくていいんだよねそうですね、うん、あのできる限りあり参加をしていただきたいんですけども、うんうん、どうしても来れない日があっても大丈夫です。基本的にはほら あのー、ずっとつきっきりって、うん、やっぱりできるだけ大人の人も関わってほしいけど、うん、仕事があるからね,そうですねだから、あのー、できる範囲内で、はい、ただ、あのー、今日は来れない来週は来れるよっていうことがあっても。うん まあ最後までね、はい、子ども議会の最後まで関わってくれるとね、嬉、ね、しいよね。まあ、そういうことでね、あのー、実は沖縄市子ども議会、今年も8月頃に開催される予定で、こども議員さんたちを選抜するのは、あのまあ、8月に開催でしょ、はい、じゃ子供ども議員さんたちは何月ぐらいに選抜する予定学校側にまた、うん お願いをしに行くな。五月ですね。五月。はいゴールデンウィーク明けぐらいの。ゴールデンウィークが終わった後ぐらいから子ども議員を選抜していって、今年は選挙はないよね。まだないかもしれない。まだないよね。いつか選挙でやりたいね。今は学校のそのあれでやってるけどね。で、とということは子ども議員さんたちが選ばれるのは何月ぐらいにやるぞう？五月の末にはあの子ども議員さんが勢ぞろいすると。選ぞろいするい ということは、その5月の末までに子供サポーターっていうのは、はい、あのしっかりと勢整いしてないといけないわけよね。そうですね。ね。はい、まあできたらあの本当にそれこそ4月いっぱいではね、はい、子供サポーターっていうのはもう、うん、あの研修も終えて、はい、ね、最後の研修は何日？2月。2> 最後の研修は3月の22ですね。うん、うんうん。はい、ということはね、3月までにいろいろ研修を終えて、はい、まああの4月にはもうあのなんていうのかな、子供議員 さんたち、を迎えていく準備ができていけるっていうのが。理想よね。はい、まあ、そういうことなので、すごくね、あの、ちょっと日程的に急な、あの、ご案内になるかもしれませんが。うん 今年の、えー、子ども議会開催にあたってですね、沖縄市内8、えー、中学校から選ばれる子ども議員の、えー、子どもの議員さんたちをね、サポートしてくれる、子ども議員、子ども議会サポーターの皆さんを募集しております。で、えー、っと募集はですね、えー、市内在住、えー、関係なく、 県内、えー、広域で、はい、あの沖縄市の子ども議会にかかってみたいなと思う方、はいえーで、18歳以上の方、えーまあ、18歳以上じゃないね、16歳以上でいいのか、はい、高校生以上の方であれば、どなたでも参加は可能です、ただ、あのー、サポーター研修というのがありますので、えー、そのサポーター研修に、まあ、せめて1回ぐらいはね、で,ね <laughs> できたら全部ね。うん、2> 第2回は 第2回の研修は後で話しましょうね 2> 2でそのサポーター研修などを受けてこ <laughs>、えー、ども沖縄市子ども議会の子ども議員さんをサポートしてくれる方を大募集しておりますので皆さんぜひぜひご応募ください応募は、えー、どういうふうにしたらいいですか、はい、応募はですね、うん、あの チラシとパンフレットがあるんですけども、はい、そちらをお持ちの方は、うんえっと、ファックスなどでサポーター申し込み用紙というものがありますので、うん、そちらをお送りいただくか、うん、子どもの国までですね、うんえっと、電話かメールをいいたただきたいです単純に子どもの国に、はい、の電話して子ども議会のサポーターやりたいです。はい でもいいのかね、いいね、シンプルだね、ばちばち。もちろんね、こども議会のパンフレットなど沖縄市、市内の各市役所とか、子どもの国とか、あとこちら、FM 小座にも今日からパンフレット置いております。で、そのパンフレットにね、子ども議会の申し込み書も挟まれていますので、それをファックスでお送りするか、もう本当にね、めんどくさいなと思う人は、 直接子どもの国にねお電話いただいて、はい、でそれであの子ども議会のサポーターしたいんですけどというふうに、えー、お電話で問い合わせをしていただいても結構です。はい、皆様はどんどんぜひぜひご応募いただければと思います。よろしくお願いします。します。どんななのあの今下村人がね言ってて僕もちょっと気になったんだけど、はい、あのー、実際その何ていうのえー、っと次のサポーターのその研修は 第2回がですね2月の11日水曜日祝日となっておりますねはいはいはいもしかして2月に1回だけある祝日の日かなそうですそうですその日の何時からその日の10時から12時までねえ午前中の2時間だからさそうですねねえぜひぜひ高級日のね午前中の2時間なので まあそれを受けながらそのまま申し込みとかしに来てもいいわけよね。はい、大歓迎です、うん。ね、なのでぜひぜひ、えー、ねあの子ど沖縄市子ども議会サポーターにねあのなりたいですということで応募していただけると非常に嬉しく思います。またあの番組でもねあのこの子どもの島キラキラでも、はい、あの今後ねあのもちろんね時期的にさちょっとあのうちの NPO の <laughs> その事業と時期が重なっちゃうんだけどさ、福島の子どもたちを呼ぶのもね、ただ、本当に NPO 子どもの島としてもね、のこの番組子どもの島、キラキラとしても、この沖縄市子ども議会、もう本当にガンガンべったり張り付いて、応援していきたいですし、何よりも沖縄市の子どもたちだけでなく、沖縄の子どもたちを育むということで、惜しみないえ協力えできれば、もう本当に。 NPO こどもの島で委託したいぐらいの <laughs> 協力体制をとってね、はい、やっていきたいと思っておりますので。はいで 今後もね、あの定期的に、はい、あの番組の方に告知なり、あと子ども議会の経過とかね、はい、いろいろね、こんなのやってますよとか、<ー>あの来ていただけると非常に嬉しく思います、はい、ね。はい。というわけで今日はね、あの子どものえ沖縄子どもの国からね、マイミさんに来ていただいておりましたよ。マイミさん今日どうも本当にありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、ました。はいね、あのー、ね久しぶりにね。 うちの番組にもね可愛らしい声がね響いてねいつもあの、むっさいおっさんの声しかさ <laughs> 本当に子供向け番組かみたいな子供のことを言った番組かみたいな感じだけどね,ね、はいまあ,、うん、ねあのうちの番組も今日華やかしていただきました。はい、というわけでまた来週お届けしますよ。バイビー